さんこんにちは。今日はなんとですね、めちゃくちゃ久しぶり、コロナぶりに、海外に来ます。今日は念願の海外ということで、7月5日が私の誕生日旅行に行きたいと思うんですけれども、場所はですね、バンコク、タイですね。バンコクのタイに行きたいと思います。行きたい。それでは行ってきます。人数的には、アナラウンジでちょっと定食を食べたいと思います。お蕎麦とかラーメンとか頼みます。ゴールに行ってきます。ゲート前で唯一空いているカフェのお店はオールデイエアダイニング、114番搭乗出口付近です。入り口か。皆さんもし羽田に来られる方は参考にしてみてください。はい、ということでいよいよ搭乗したいと思います。バイバイ。とうとう着きました。じゃーん、イエーイ、タイに着いたぜ。今からホテルに行きたいと思います。ただいまの時刻は3時50分ぐらいですね。意外と6時間のフライトで映画2本見てすぐでした。到着しました。こんな感じです。タイに来るのは大学生の時ぶり以来かもしれない。今タクシーの運転手さんを探しております。バンコクのローソン初潜入。なんかほぼ日本と変わらない感じする。陳列の仕方とかもほぼ一緒かもしれない。はい、着きました。タイの1日目のホテルはここになります。アナンタラ。庭がすごい綺麗なホテルみたいなのでちょっと見てきます。めっちゃすごいじゃん。よいしょ。おー、綺麗。すごい。後でとっても楽しみたいと思います。来ました。こんな感じ。おお電気がない。電気がないぞ。電気がない。あ、着いた。かわいい。ベッドルームこんな感じです。今からプールに行きます。ちょっとどっちから入ればいいのかわかんないけど、あ、こっちだ。かわいい。なんかオレンジが効いててすごいかわいいホテル。めちゃくちゃ景色が良き。夜景がかなり綺麗。これはバーですね。あ、すごい。めっちゃ夜景綺麗。何この船。ここでも食べれるんじゃない？すごい。夜のディナーです。現在の日給カラマリとこの後ロブスターが来ます。今日は雨予報だったんだけど、
あのプールとか全部終わってからめちゃくちゃスコールが降りました。やっぱり私の晴れ女パワーも健在です。最高の夜。おはようございます。今日は、今7時ですね。朝今からですね、ちょっとだけプールで泳いで、でその後空港へ行って、サムイ島へ行きたいと思います。ということで、ちょっとプールで遊んでいる姿をちょっとだけ撮ろうかなと思ってます。行きます。めちゃくちゃ天気、なんかね、予報ではバンコク雨季だから雨っていう風に言われてたんですけど、めちゃくちゃ天気。どうこれ、めちゃくちゃええやん、めっちゃええやん。朝食に来ました。ビュッフェ会場がすごいんだけど、で外がで中がパンとかヨーグルトとかスイーツとか、めちゃくちゃ美味しそう。はい、ということで今日のここがね、なんかフリンジ切りっぱなしになっていて、このちょっとシェイクが特徴で、ぜひ海外に持っていきたいなと思ったオレンジなので、これも持ってきました。サムイ島に行く前に、先に受けてから行きたいと思います。で明日多分結果出るので、それを帰国前にもらって行こうと思います。なんか72時間前に PCR を受けないといけないらしくて、これかな、 PCR が終わったんですけど、もうバタバタすぎて寒いような飛行機に乗り遅れそうになりました。意外と PCR 検査がすごい時間がかかって、乗り遅れそうになった上に、間に合うと思って搭乗しようと思ったらチケットを忘れて、そこにでなくなって、チケットがなくて、どうしようかなと思ったら再発行してくれて、マジギリギリで超走って今乗るんですけど、逆に飛行機がちょっと遅れてるみたいで、よかったです。もう本当に息切れしてます、今疲れた。基本的に私は飛行機2時間前到着で、もう余裕を持ってラウンジとかにいたい人なので、いやこんなにバタバタ走るのは少し疲れました。ということで今からこの飛行機に乗ってサムイへ行ってきます。バイバーイ。サムイ島に着きました。今からですね、バスに乗ってエアポートまで行きたいと思います。なんかね、こっちの気温はすっごく日本より暑くない。日本ってジネジネしてる息苦しさなんですけど、こっちの暑さ全然平気。すごいちょうどいい感じです。今からバスを取って、島のホテルに行って島の中を散策したいと思います。サムイのホテルはリッツカールトンです。もうなんかね、エントランスからしてすごい、めちゃくちゃいい、楽しみ、やばい。Oh, really? Yes, from here? Yes, but it's quite deep, like 3 meters. Would you like to see?
Yes. プールから、上にジャンプできる場所があるみたいで。あーすごい。すごいね。わーおすごい。からプールに移動したいと思います。バギーがないと基本的に移動できないんですけど、あバギーいる。なんかすぐ着きそうだったから、ちょっと散歩がてらに歩いていきます。そして皆様お分かりでしょうか、衣替えしました。衣替え、衣装展示しました。これはですね、来年の春夏の商品をちょうどサンプルが上がってきたので出ます。スーパーある、スーパーいい ね。あ、バギーさん、じゃあ行きます。はい、プールにやってきました。すごいすごいよ、本当に。これはちょっと見せたいです。こんな感じ。最高すぎ。海はそんなに綺麗くないかもしれない。シーンは本当に最高。なんかね、プールの方がいいっぽい。もう一回プールに入ります。プールサイドでピザ食べるの初めて。はい、今日のディナーはステーキです。テンダーロインステーキです。でお酒全くほぼ飲めないのに、一応誕生日前夜なので最後にカクテルを飲みたいと思います。街に出ました。リッツのねマッサージはもう終わっちゃってたみたいなんで街に来ました。でもなんか良さそう、めちゃ安いよ。1時間500バーツだからだいたい2000円ちょいかな。受けてきます。マッサージめっちゃ良かったです。1時間でだいたいいくらだろう、4000円、2000ちょい、2500円ぐらい。
ちゃ安いです。今日開けたのはここです。あとちょっと面白いものがあったのでお見せします。バーバージョーカーカップみたいなのがあってめちゃくちゃすごい面白いです。ちょっと今から夜の街を散歩していきます。バイバーイ。上がる朝食、ここのね、見て、あの風景が最高。しかもめっちゃ広い。朝食を食べたいと思います。はい、それでは、素敵な景色とともにいただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。の方が撮影スポットがあると言われたので来てみたらめちゃくちゃいいビューのスポット。昨日行ったプールじゃん。私たちの部屋は多分ここら辺なので全部が見渡せる。最高です。上だ。おーおー、すきよい。わーお、めちゃくちゃ急。Yes, please. サムイで初めて観光してます。なんかねジャングルのツアーに入ったんだけど、なぜかここに連れてこられた。どういうこと？ブッダの顔がなんか優しい。ほら、さんがいます。ハロー。すごいです。このままツアーに行きます。この名前が読めなくて分かりません。後で調べます。はい、ツアーが終わってこちらのカフェでランチします。ここはですね、フィッシャーマンビレッジっていうちょっとヨーロッパの街並みっぽい街です。なんか可愛いお店発見。すっごいアジアンテイストだ。可愛いね。可愛い。可愛いね君。元気？おやすみ。皆さん、ここはどこだと思いますか？ヒントはこの絵の中に隠れております。そうです、ここは国内線ターミナルのデパーチャーの廊下なんです。一見ショッピングセンターのように見えますよね。なんかほんといろいろお店があるから出発まで暇をせず遊べます。ということで、今からサムイからバンコクに戻ろうと思います。楽しかった。サムイ最終日のホテルはこちらになります。
パーシーズンズです。素敵です。の後にアジアンティークリバーサイドっていうマーケット、ホワイトマーケットに来ました。なんか前よりはそこまでやってないみたいなんですけど、まあ、ちょっとお店があるということで見に行ってきます。なんか韓国の市場みたい。すごい韓国のトンデモみたい。シャネルの偽物がたくさん売っております。初めてテクテクに乗ります。すごい。タイのいわゆる風俗街、こんな感じのディープなところが多いです。もうすごいすごいです。今日は帰国日なんですけど、ちょっと朝ブレイクファーストを食べて帰国したいと思います。ちょっとね、朝のフォーシーズンの様子も全然違うから、少しだけ動画撮ろうかなと思います。行ってきます。本当にね、やっぱね、フォーシーズンって格が違う。内装が全然違う。おしゃれすぎ。他感全然違うホテルに泊まったんですけど、どこも行っても好きなホテルでした。全然違う雰囲気のホテルで、ここはちょっとシティな感じで、この中庭がすごいよね。めっちゃええやん。で、目の前川なんだけど、レストランの中こんな感じです。テラスはこんな感じです。最高。テラス最高。あのビュッフェチェックです。もういい感じ。ブレイクファーストです。こんな感じです。それではいただきたいと思います。海の前にすごいコウモリが飛んでて、そういえばさ、コウモリってさ、おっかみ実家の前にすごいコウモリが飛んでたんですけど、最近見なくなったのなんでなんだ。今調べたんで出てこなかった。知ってる方いたら教えてください。ということでですね、あと10分ぐらいでタクシーが到着するので空港に向かいます。あー、ほんまによかった。最高屋台っていうかね、久しぶりの海外が良すぎて、ちょっとずっと2年間ぐらい行けなかった分取り戻そうかなと思います。バイバイ。4日間お疲れ様でした。楽しかった。やっぱり海外はいいな。なんかレベルが違うから、ホテルの内装とかがやっぱ本当にね、海外行くとね、感性だったりとか新しいものを見るから、創作意欲も湧くよね。ということで次の旅はヨーロッパです。7月の末にヨーロッパ行くんですけど、それに向けてまた撮れたら YouTube も撮りたいなと思います。意外とね、バンコクの空港混んでる。こんな感じ。
意外と混んでるって感じ。結構いろいろあるみたいで、ちょっとブランド物とかを見ながら時間を潰そうかなと思ってます。今回はですね、結構急遽だったんですけど、めちゃくちゃ乗り換えの便しかなくて3カ国乗り継ぎます。行ってきます。十何時間の旅です。じゃーん、シャネルのサングラス買いました。なんか探してた形、私がなくした形と全然違うんですけど、形が可愛かったからちょっと買っちゃった。でもちょっと今あんまり時間がないので、みんなのお土産を買いたいと思います。はい、皆さんこんにちは。トランジットミスってホーチミンに出ちゃったから今ホーチミンなベトナムということで、今からまた切り出しに戻って日本行きの飛行機乗りたいと思います。マジで人多くて無理。はい、バンコクからシンガポール、シンガポールから、2時間ぐらいのトランジットがあって、そこからホーチミン、ベトナムのホーチミンに行って、でそこから、今何時間、4時間待ってやっと飛行機に乗りました。なんか何にもしてないんだけど、基本的に映画見て、バンコクで撮った写真の編集してっていう、なんか別に何もしてないんだけど、意外とこっちはそんなに厳しくない。フィッシュアウトとかもトランジットとかもめっちゃスムーズなんですけど、やっぱり日本に帰る時が一番なんだろう、時間かかるらしいです。3日前ぐらいから撮ってたから、特に不都合なくちゃんと帰れました。海外行く人は皆さん、ちょっと事前早めに PCR 検査、記憶する前に受けることをお勧めします。はい、ということで、なおこの旅でした。ここら辺で終了しようかな。コロナだから海外行けなかったけど、そろそろ行きたいなって思った方はぜひ参考になればなって思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。